コンクルージョン。何の話したっけ今日は。コンクルージョンカラーが出るっていうことで、はい、どんなカラーなのかと、そのカラーを作るにあたってのこだわりすごいあると思うんですけど、はい、全部聞きたいです。全部聞きたいですか、はい。正直言うと、ハードルアーってある程度のカラーを絞り込んで使いたいんですよ。いろんなカラー、目川さんもいろんなカラーがあるんですけども、やっぱこの時はこのカラーがいい、このカラーがいい、そのハードルベイトに関してなんですけど、目立つ目立たないぐらいで、カラーっていうのは僕はもう本当に釣りの何パーセント、まあ 10% 以下の、超過のプラスアルファぐらいしか考えてはいないんですけど、だからこそなんですが、まあこういうカラーベース、こういうカラーがあればいいっていうのがあって、でまあ正直ナチュラルと金と目立つ色3色あればもういいやっていうのが頭にあるんですよね。でもその中でもやっぱり微妙なフィールドの状況とかニュアンス、あるいはそのフィールドがによってこのカラーが好きっていうのもやっぱあって、まあそのどうしても使いたいルアーっていうのがラインナップにいつもあるんですよ。でまあそれが全部、まあその似たようなカラー使ってきてたんですけども、まあ自分の好みにバッチッと合わせた、このカラーがあれば戦っていけるぜっていう、試合でバンバン投げれるようなカラーをこれずっと作りたいなって思ってたんですよね。でそれをまあメガバスさんの技術があればこう作れるだろうと思って、まあ前々からちょこちょこと提案していって、すでに商品化されているものもいくつかあります。例えばコモリンコパーシャットとか、コモリンオイカワとか、その後出たゴーストシャットとか、あの辺もまさに自分の中でこれ試合で絶対使いたいんだよねっていうカラーなんですね。まあ、それの中のすでにあるもので、あるいはすでに出したものの中からちょっとまあもっとさらに使いやすいっていうのに変えて、ちょっと今回コンクルージョンカラーっていうことで、でいくつかのアイテムで作りました。でアイテムなんですけど、これはワンテンジュニア、それから、X80 ジュニア、これオールスターで活躍したやつですね。それからもう2012年のオールスターのウィニングルアーシャッティング X、それからまあこの水系、霞ヶ浦水系では特に出番の多いディープ X100、 それから今年、リコンモバイルでも大活躍してるカラシで、これだけだったかな、このラインナップで、カラーをちょっと作っていきました。で、まあ、一つ一つそのカラーをお話していきたいと思います。まずはね、何が出てくるかな。うわーすごいボックスですね。これは今年はまあ見せれるのと見せれないのがあると思う。見せれちゃいますよ。今年はトーナメントが、まあビューティーの試合がなくなってしまったゲームもあるんで、はい、投げたいものを投げれるという、その絶対釣れというよりもこれで釣りたいっていうものも結構導入してラインナップを作っていってます、ボックスの中の。でまあ最初これからいこう。これがワンテンジュニアの、コンクルージョンカラーの水郷シークレットっていうカラーです。でまあこれがね、実はゴーストシャットっていう何年か前に限定で出させてもらったカラー、のリメイクバージョンになります。それぐらい僕はこのカラーが大好きで、でまあ水郷シークレットって書いてあるけど、これどこでも、よく釣れる、まあそうですね、ワカサギ系レイクのちょっとマッティ系では特に効く、カラーです。これは、はい、まあシルバー系の、ボディに、ちょっとオーロラが入っていて、まあ全体にシルバーなんですけど、この横のラインがバッチリ入ってるこのカラーですね。目が赤いのは何かあるんですか？特にないです。まあこれじゃつまんないじゃないですか、かっこいい目が赤いっていうか、まあちょっとワンアクセントあった方が、まあ、ターゲットにしやすいかなっていうのもあって、このカラーですね。これが他のこれが、シャッティング X、 まあこのカラーですね。まあゴーストシャットっていうカラーをベースに、ほとんど変わらず、作ってるカラーです。これもう僕の大好きなカラー、水郷シークレット。さすがメガバスだから、そのなんていうんですかね、一見単調になりそうなのに、背中からのこのグラデーションとか、腹側の微妙な差し色とか、はい、そうこれね、光が当たってることだけ、まあ当然つけると思うんですけども、まあ、こうやって光が画角が通らなくなると、まあ、ボディが強調されるっていう、それでいてちょっとまあオーロラ気味にこうキラキラとしたきらめきが
まあ、このボディの細かい鱗の模様に合わせて出るっていうような。ワカサギレイクってさっきワードが出てたんですけど、はい、端的にこういう水色だったらとかこういう天候のコンディションだったらこれ結んじゃうみたいなのってあるんですか、はい、これどこでも聞きますよ。ちなみにこのカラーを、まあ、一番釣れたなと思ってるのは、足の子、まあ、エリート5でプラでやった時にこのカラーのクランクベイトでボコボコ釣れてるんで、まあ、クリアリークでも当然このカラーは効くっていうことで証明されてるし、このシャッティング X 自体はやっぱあのカスミス池北浦とかでトーナメントでも使ってるカラーなので、あのマッティでも効くっていう、どこでも効く。濁りレイクでもこういう一見なんていうんですか、本当、はい、目立たないっていうかゴースト系のカラーってありなんですね、はい、ベースがシルバーっていうか白系色でできているっていうのが一つのポイントです。それによって濁っててもちょっと膨張色で見える。で、まあ、このオレンジのところのピンクのライン、はい、これが肝ですね、まあ、これがしっかりと、シルエットとしてパッと水中に残ってくれるっていうのが大きいかなと思ってます。でワカサギから他にも何色か作ってるんで、まあ、これはどこでも使える、まあ、水郷シークレットって書いてるんですけども、まあ、これも正直、まあ、全国的にシークレットにしておきたいからっていうのを、まあ、今回、塗りました。これがコンクルージョンシリーズっていうのは順調にいくとどれぐらいから店頭とかにまあ並んだりとか、それはそのあでもルアーの形によっても変わってきちゃいますか、ね、そうですね。でも9月10月11月には確実に店頭に並んでると思いますよ、はい、これからまあ秋口にかけて良くなってくる。で当然春に合わせて作ってるカラーもいっぱいありますんで、まあ、これが水郷シークレットですね。次いきますね、はい。